皆さんこんにちは、203です。今回は、新型 105DI2 を、部分的に取り入れてどんだけのコストで、11速から12速化できるかっていうのを、やってみました。まずは、STI レバーですね。 DI2 の STI レバーは新しい 105DI2 になってます。右側だけなってますね。左側は今までの11速 DI2 のアルテグラ、R8070 の油圧式の DI2STI レバー、11速のものがそのままついています。なのでブレーキシステムはそのまま使っています。でこちら、DI2 の105、新105 7170 の STI ですね。こちら右側だけつけてます。右側だけで、一応変速が完結するように、とりあえずまずはフロントシングルにしています。で、リアディレイラーですね。こちらも、新しい105、R7150 ですかね、12速になってます。ロングケージですね、もともと。はい。で、スプロケが、ちょっとこれ、アルテグラのものが家にあったんでそのままアルテグラ使ってるんですけども、まあ12速の、スプロケですね。 1134T ですね。これまあ普通に、105にしてもそんな高くないですね。6600円ぐらい。でチェーンがこちらも12速の105のものですね。こちらは3000円台ですね。12速のちょっと、細くなってる、ちょっと薄くなってる、チェーンになってますね。12速で、フロントシングルでクランクは11速のもの、チェーンリングも11速のものそのまま使ってます。このチェーンリングなんですけども、まあ、ヤフオクとかでよく出てるんですけど、多分中華のものなんですけども、こちら、まあ、11速用なんですけど、今乗った感じですと、全然12速でも普通に使えますね。チェーン離れも問題ないです。でブレーキも、まあ、実際は、105新しいのにした方がいいんですけども、これもともと11速のアルテグラで組んだ時に、新しい方の8100のアルテグラの、ブレーキキャリパーですね、ディスクブレーキキャリパーを使ってますんで、まあ、あの 10% クリアランスが広くなったってやつですね。こちら新しいのもともとつけてたんで、これを、まあ、そのまま使えるもんですからそのまま使ってます。まあ、これを105にしても、どうですかね、何千円、まあ、7000円ぐらいかな、もうちょっと安く買えるかもしれないですね。あの多分 STI とセットだと3万2000円とか3000円ぐらいで買えます、片方で。気をつけないといけないのは、新しい STI レバー12速の方に、11速の時の、ブレーキキャリパーは使えないっていうことですね。逆はできるんですね。11速の STI に12速用のブレーキキャリパーはつく、 10% クリアランスの広がったのは使えるんですけども、その逆は使えないみたいなんで気をつけてください。あと近況としては、フロントを、ラピーデから、アルピニストの CLX に変えてますね。まあ、もちろんラピーデもそのまま使ってるんですけども、たまに気分によってこの細い方のアルピニスト、軽い方にしてます。まあ、それにすることによって多分 100g ぐらい軽くなるんですよね。で、このフロントシングルで新しい105を組んだ状態で、ペダル込みで 7.3 キロぐらいですね。ペダルなしだと 7.07 キロとかそのぐらいですね。で一応ここに11速の時のリアツケーブルがまだちょっと残ってますね。これまあ抜いてもいいんですけど、なかなかちょっとこれ抜くのがクリアランスがなくて抜けなかったんで、とりあえずくっつけたままにしてます。まあいつでも11速に戻せるっていう状態になってます。
はい、次はですね、まあ、グレードアップバージョンということで、フロントディレイラーと、あと、チェーンリングダブルの、新しい105のクランクセットをつけてみました。で、これによって、まあ、フロント変速ありなんですけども、で、右だけが新しい105の STI なんですけど、その右だけでもフロント変速をすることができます。シマノの場合ですと、シンクロナイズドシフトっていうのがあって、リアの操作をするだけで、フロントも、一定のところに来ると自動的に変速してくれるっていう機能がついてますんで、まあ、それを使うことによって左の STI ではなくてもフロント変速ができるようになります。で、今回はまあそういうことで、まあ最終的にはフルフルに近い感じの、新しい105のセットにはなったんですけども、まあ、フロントシングで使う分にはまあ割合安い9万円ぐらいで、12速の DI 通過っていうのがまあできるかなということで、ちょっと今回紹介させていただきました。